オプソ内服液は眼性頭痛を抑えるために使用される、モルヒネの液剤の商品名である。早っぱな姿勢であるため、レスキュードーズとしても用いられる。形状は液体でアルミニウムのスティックに入っており、色は無色透明である。1日あたり約 30mg から 120g を6回に分けて服用する。オピオイド系であるため、副作用が起こることもあり。 また薬品によっては併用が禁じられている。病状によっては投与できないこともある。入受容体による喫抗薬、作動薬との結合をもるひねを水に溶かした薬剤で吸収が早い。痛みがひどくなった時のレスキューに用いられる。もともと癌性糖痛は増殖した癌による神経圧迫、または筋肉や骨の損傷によるもので、初期の弱い痛みには、 解熱鎮痛薬が用いられるが、進行性のものには、モルヒネを代表とするオピオイド類が用いられる。神経系には、痛みを伝える神経の働きを抑制する、通覚抑制系があり、オピオイド類は、通覚抑制系の神経細胞の表面にある、オピオイドミュージュ容体に結合する。こうすることによって、通覚抑制系の神経を活性化し、痛みを抑えるのである。通常、 痛みを抑えるのには、オピオイド除放性製剤が使われる。これは、薬剤からオピオイドが時間をかけて放出されるもので、長時間にわたり、効き目を持続させることができる。しかし、除放性製剤で抑えきれない痛みの場合は、レスキュー、つまり痛みを素早く抑える薬剤が用いられる。オプソに代表されるレスキューを何度も服用する、必要がある場合は、 除報性製剤の効き目が弱くなったと判断され、薬剤の増量を増やすなどの措置が取られることになる。オプソ内服液の成分である塩酸モルヒネは、もともとかなり苦味が強いが、ソルビトール、アミノ酸の添加により、ある程度組みが抑えられている。主成分は、モルヒネ硫酸塩水や獲物で、材系は液剤、無色調明の液を充填した分布品である。内服用で、 pH は2.3から2.7である。添加物としては、アリウ酸水素ナトリウム、D ソルビトール、クエン酸水和物、L グルタミン酸ナトリウム、パラオキシアンソクコ酸メチル、pH 調節剤がある。形状は1回使い切り型のアルミスティック分布品で、室温で3年間保存が効く。5mg のものと 10mg のものがある。ただし 5mg のものは、 多くの容量を服用しなければならない場合には、服用が煩雑になる。モルヒネ契約剤の一種ディラウディットモルヒネ製剤を服用していて、臨時にレスキュードーズとして使用する場合の1回量は、定時で服用している、モルヒネ蛍光製剤追加治療の、その6分の1のを目安とする。モルヒネ製剤として、初めてオプソ内服液を定時服用する場合は、1回 5mg 内し10。 ミリグラムから開始し、鎮痛効果や副作用の発言などに注意しながら調整する。服用間隔は、一日量を6分割で使用する。場合には、4時間ごとの定時に、傾向で服用する。ただし、就寝前の服用に関しては、2回分を合わせて服用することもできる。通常、成人は一日六から十四歩を一日六回に分けて服用するが、年齢、 症状などにより調整される。他のオピオイド製剤からオプソ内服液へ変更する場合は、前に服用していた薬剤の服用量及び鎮痛効果の持続時間を考慮に入れ、副作用に注意しながら容量を調節する。また、経費フェンタニル調布剤からオプソ内服液へ変更する場合には、調布剤の剥離直後は避ける。これは、 調布剤剥離後のフェンタニルの血中濃度が半減するまで17時間以上かかるためである。オプソの服用はこの血中濃度が適切な濃度に下がるのを見計らった上で低用量から始めていく。減量する場合は急激に量を減らすと体薬症候が発現する可能性がある。そのため副作用等での減量の場合は患者の状態を観察しつつ 慎重に言っていく必要がある。また、服用を必要としなくなった場合には、大役症候を防ぐために、少しずつ量を減らしていくこと。飲み忘れた場合は、気がついた時に、すぐに服用する。次回の服用は、可能な限り指示された服用間隔を空けるようにする。次のような場合は、医師や薬剤師と相談する。以前に薬を使用して、かゆみ、 発疹などのアレルギー症状が出たことがある場合、呼吸抑制、気管支全速発作、肝障害、慢性肺疾患に続発する心不全、痙攣状態、急性アルコール中毒、出血性大腸炎、細菌性下痢がある場合、妊娠、または授乳中の場合、他に薬を用いている場合、オプソ内服液の成分及びアヘンアルカロイドに対して過敏である場合、 出血性大腸炎を起こしている場合、や、赤力菌等による重症の細菌性下痢患者では、症状の悪化や治療期間の延長につながることもある。容量を誤った場合は医師、または薬剤師に相談し、自分の判断での服用中止は慎む。下記のような症状が現れたら、副作用の初期症状の可能性があるので、使用をやめ、すぐに医師の診療を受けること。 主な副作用としては便秘、眠気、吐き気、嘔吐、かゆみ、発疹などである。また、飲酒により作用や副作用が強まることがある。副作用が出た場合も医師、または薬剤師に相談すること。薬剤は乳幼児、小児の手の届かないところで直射日光、高温、湿気を避けて保管すること。服用する本人が他者に渡さないこと。 薬が残ったり、いらなくなったりした場合は、受け取った病院、または薬局に返すこと、また、以下の薬剤と併用する場合は、注意を要する。ありがとうございます。